はい。皆さん、こんにちは。ポップです。エフェクトチャンネル。11月18日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ドル円の今までの値動きと今後のトレードポイントについて解説をしていきます。今回もチャートソフトはシンクマーケットさんよりトレーディングビューを使いまして解説を進めていきます。 1>, 1時間足、4時間足、冷やしチャートといったね、様々な時間軸から今後のトレードポイントを解説していきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは早速ではございますが、まずはドル円の1時間足、こちらのチャートを示しておりますので、解説を進めていきましょう。まず1週間のスタート、区切りの方はですね、この紫の縦ラインで仕切っております。 先週振り返ってみますと、じりじりと階段を上がるように円安ドル高方向、そして151円の後半ぐらいまで上がってきたので、まあ、前回のね、去年の為替介入151円90銭を超えたところから介入が入るのではないかというところでね、まあ、そういった対策もお話ししてきましたが、最終的には151円80銭から90銭ですね、このあたりからですね、伸び悩むことになりまして、 あとはアメリカの経済指標。まあ、CPI を中心としまして、あまり事前予想よりか良くなかった指標が続き、そしてアメリカの長期金利、えー、こういったものがね、えー、下がってきましたので、そういった金利低下も受けながら、スコンスコンスコンと3段階に分けて窓から落ちるような下落。相場の格言でもあります通り、階段を登って窓から落ちる。 まあ多少のね、跳ね返りはありましたが、最終的にはそれを経て150円を下回ってクローズするという形になりました。こちらをね、1時間足だけ見ていますと、まあ150円を背中に向けてショートを取ればというところもね、まあ単純には思い浮かぶかもしれませんが、ただもう少しね、時間軸を伸ばしてみますと、まあレンジ相場の可能性もあるということで、まあ多方面でね、えー、見ながら最終的な戦略を立っていきますので、もう少し長い時間軸。 4時間足、冷やしチャートを順番に見ていきますが、4時間足の方、切り替えていきますね。はい、えー、こちらね、ドル円の4時間足に切り替えさせていただきました。えー、直近の高値、えー、151円80銭から90銭ですね。まあ、こういったところが、えー、上、上値のレジスタンスラインとなりつつ、まあ、150円でもレジスタンスサポートが入っていたんですが、えー、大きなサポートということでは、そのさらに80ピプス下の 149.20。このあたりがサポートとして機能しているということがね、えー、お分かりだと思います。まあ、よってですね、えー、こういったところ、短期的に今週だけ見てみますと、えー、しっかりと、えー、これは下落目線というところもありますが、一応ね、この149.20、こういったところにタッチしておりますので、まあ、反発の可能性もあるかなと。トレーダーというのはね、えー、何度も言っておりますが、上に上がるか下に下がるかというのをね、予想してポジションを取るのではなくて、 まあ上に行った場合と下に行った場合ですね。この両方のね、ところ、視点からポジションを考えていくというところが大事になりますのでね。今の時点で決めつけてロングショートというわけではなくて、上に行った場合、下に行った場合を考えていく。短期的に見れば下落目線ですが、4時間して見てみますと、サポートラインもしっかりしているというところをね、頭に入れて、相場はどうなるかわからないというところを前提に戦略を立って,ていきましょう。そして、冷やしチャートに切り替えていきます。 はいえー、冷やしチャートね、えー、ご覧いただきますと、まあ去年のね、えー、この介入のところもね、見ていただきますと、介入2回目、去年の10月でございますが、まあこの水準まで上がったところで、一旦は、えー、落ちているというところでございますが、ただね、えー、今年に入ってから130円割れからですね、大きな円安ドル高トレンド。 まあこのトレンドから見てみますと、えー、今週の下落というのは、まだまだ高値圏にありますよということで、まあ、えとこれをね、えー、もうショートショートということでね、決めつけることは良くないからと。 去年もですね、結局はこの大きな下落、まあ、介入もありましたが、その後の CPI というね、こういった指標で大きく下落トレンドに切り替わっていった形でございますが、まだね、どうなるかはわからない。しっかりとね、こういった冷やしチャートを見るとですね、上昇トレンドの最中かもしれない。そして高値圏のレンジ相場になるかもしれない。まあ、こういったところをね、両方上がるか下がるか予想するのではなくて、まあ、レンジの可能性もあるというところ。 そして、どちらでも対応できるようにですね。まあ、長い目線から1時間足ぐらいを見ましてですね、来週の戦略お話をしていきたいと思いますので、このね、上昇トレンド、まだ終わったというのはね、この148円、145円、こういった今,今から見ますと、サポートラインに該当するところですね。過去のレジスタンスラインやサポートラインのところ、こういった148、145を明確に割り込んで、そして、ローソク足、平均足等でですね、 要線から陰線に切り替わるというサポートがレジスタンスに切り替わるサインが出なければですね、えー、まだまだ本格的な長いショートを取ることはできないかなと思いますので、まあ、そういった長い目線は置いておきまして、来週のトレードポイントですね、えー、こういったところを一時間足を使って解説をしていきますので、チャートの方戻っていきましょう。はい、えー、前置きが長くなってしまいましたが、えー、ではですね、えー、来週の戦略についてお話をしていきたいと思います。 で戦略を、ねえー、使うときには、えー、ちょっと、ね、ボリュームの方も調べていきたいと思いますので、ちょっと、ね、こちらのところ、使っていきたいと思います。えー、過去も、ね、お話をしましたが、このような形で、えー、どこで取引高が大きかったかというところを、ねえー、解説をしていきたいと思います。少し時間軸も伸ばしていきますと、はいえー、このような形ですね。えー、先週、ですね、えー、私の方では、この150.50。 え、このね、上方向から解説しましたので、150.50を割り込んだところで、非常にサポートが入りやすいというお話をしました。ちょうどですね、このボリュームゾーンとしまして、まあ、上方向もね、ある程度の出来高があるんですが、この150.50ですね、ここを下回ったところで、直近のですね、ボリュームゾーンがあったというお話をしました。よってですね、上方向から下がってきた時には、この出来高が多かったところ、 ロングもショートも入ったところでございますが、過去ね、えー、見てみますと、こういったね、揉み合ったところがありますので、ここが、なんとかね、サポートラインに機能したというところでございます。150.50、えー、割り込んだところでね、ロングを取って、なんとか反発したところ、こういったところでね、えー、しっかりとね、決済をできれば、まあ、利益を出した方も多いんじゃないかというところでございますが、ただ結論を見てみますとね、 一回2回とこの150.50割り込んだところでサポートが入ったんですが、最終的にはスコーンとここが割り込んでしまいました。そして150円50、150.00も割り込んでしまいましたので、今までのサポートラインでありました、ここのエリアですね。ちょっと丸をつけておきたいと思います。はい。えー、こういったところがね、今までサポートラインとして、過去の出来高がありましたので、機能していたんですが、これを割り込んでしまった場合は、 今度は上方向に上がろうとしますと、この出来高の部分が重荷になって、まあ、下落の圧力になってしまう。こういった形になろうかと思います。よってですね、こういったサポートレジスタンスラインや過去の出来高を見てみますと、今週はですね、しっかりと戻り売りをまずは第一の候補として、まあ、決めつけるわけじゃないんですけど、上に上がった場合は、しっかりと戻り売りを考えていただければと思います。 よって、えー、具体的な戦略を述べていきますと、ちょっとね、こちらの方消していきますが。はいえー、まずね、えー、第一段階としましては、出来高は薄いんですが、ラウンドナンバーの150、えー、150.00ですね。こちらの方ももちろん意識していただければと考えております。上方向に上がった場合は、150円付近での要線から陰線に切り替わった場合ですね。これは、えー、しっかりとショートを狙う一つのパターンだと思います。 そして、えー、何よりもね、えー、本命に関しては先ほどお話ししました。まあ上がっていった場合ですね、この150.50からちょっとそのね、前後すると思いますが、このあたりに非常に出来高が溜まっている。このね、横のグラフも見ていただいてもそうですが、まあこのあたりは売りが厚いところ、厚くなるところでございますので、150円をすんなり超えてしまった場合は、本命のこの150.50、 まあこれをね、10ピプス20ピプスずれるかもしれませんが、こういったところでね、しっかりと要線から陰線に切り替わるところがあればショートを取る。まあこういったね、太い白い線で示したところが、えー、本命のね、上に上がった場合のパターンとなりますので、まあしっかりとね、こういったところ、戻り売りを意識するというところを本命に置きつつ、 何度も言いますが、相場というのは、上がるか下がるか予想してポジションを取るのではなくて、下がった場合のパターンもね、考えておきたいと思いますので、上に行った場合、今説明した通りでございますが、次はね、下に行った場合を説明していきたいと思いますので、ちょっとね、このポジションの方は、これにしつつ、ちょっとね、時間軸の方は、このような形でね、値幅の方はね、変えていきたいと思います。ちょっとこちらのボリュームゾーンを落としていきたいと思いますが、 えー、こちらの方はね、ちょっと一回消しておきますね。はい。じゃあ、下に行った場合のパターンを見ていきましょう。えー、このような形で149.20ですね。まあ、今までサポートがまあ散々入っているというところでございます。またずれてしまいましたね、えー。こういったところ、サポートが入っている形。今週もね、入りましたね。149. ここは20でございます。 えー、ここの部分割り込んだら走るところでございますので、まあ狙いどころとしましては、下に行った場合は149.20。今までサポートが入っているんですが、どうもね、短期的には売り圧力が強いということで、まあ今度ね、明確に149.20。これを割り込むタイミングがあればですね、ここは しっかりと1時間足ベースで149.20割り込んだ段階でしっかりとショートを取っていただきたい。まあ、こういったパターンが一つ下がったパターン。えー、このね149.20今までサポートが入っていたから反発が入ればロングというところもね考える方もいるかもしれませんが、あえてね今短期的には下落トレンドに見えておりますので、ちょっとロングは控えておきながら明確に割り込んだらショート。そして割り込んだ後もですね、もう一回チャンスがあります。 えー、それが戻りが弱く上方向に戻っても149.20。今までのサポートがありますが、これがね、えー、サポート、レジスタンスに切り替わる。えー、こういった形でね、まあえー、跳ね返されてしまう。こういったパターンがあった時にも、しっかりとショートで狙うことができるかなと。一つのパターンとしましては、149.20。1時間足ベースで明確に終わり込んだタイミングと、 その後もですね、反発が入って、反発が弱く、149.20、今までのサポートを超えることができずに、えー、しっかりとね、陽線、陰線が出たところ、こういったところをショートを取っていただきたい。そして、この場合の利確ポイントに関しましては、もう少しね、伸ばしていきますと14、148.00、まあ。こういったところがね、過去のサポートライン、えー レジススタンンラインになりますので、まあ、今回もね、理覚ポイント、ショートの理覚ポイントとして機能させていただければと思いますので、まあ、全体的にショート狙いなんですが、上に行った場合のショートのパターン、下に落ちた場合のショートのパターン、今、各々これらをね、説明しましたので、純粋にですね、じゃああなたがね、ショートと言うんであれば、ショートというわけではなくて、上に行った時の適切なタイミング、下に行った場合のチャートパターンを見ながら適切なタイミングでショートを取る。 まあこういったところをね、中心にお話をいただければと考えております。そして、この150.50ね、上回ってしまった場合は、介入警戒ゾーンとなりますので、一旦はね、えー、こちら、えー、ポジションは閉じていただいて、まあ、152円に入っていった時には、えー、介入の可能性が、まあ、結構出てきますんでね、まあ、その時に考えるというところ。まあ、こういったところをね、えー、気にしつつ、基本的には150.50の下側で、あらゆるパターンでショートを狙っていく。 まあこういったところをね、念頭に置いていただければと思いますので、皆さんの相場感とともに、一つの意見として参考にしていただければと思います。ええ以上でね、今回のドル円の解説を以上といたします。えー、今週もですね、えー、かなり寒くなってきました。えー、週末もね、まあ、紅葉に出かけられる方多いと思いますが、まあ、しっかりとね、こういった土曜日、日曜日、気分転換でお休みいただきながら、来週の相場に備えていただければと思います。 来週は特に大きな経済指標がございませんので、しっかりと戻り売りを意識して狙っていきましょう。ポップがお送りしました。皆さん、良い週末をお過ごしください。バイバイ。